はい、皆さんどうもこんにちは、ジャマイカです。ということで、はい、挨拶も決まったところでやっていきましょう。早速、聞き覚えのある挨拶かと思いますが、全く関係ありませんのでご了承くださいということで、はい、やっていきましょう。今回はですね、何をやるのかと言いますと、あれですね、自分に合った練習方法ということで今回ご紹介させてください、これね、自分が何が苦手なのかというものを明確にした上での話なんですけども、今回で紹介させてくださいということで、新マップですね。僕は今回新マップで紹介させていただきます。一番新マップが分かりやすいかなって感じなんでね、以上これでやっていきます。ということでね、まず練習方法、この2つを使います。この2つ、都心シンクとサッカー場の2つを使います。はい、詳しくご説明いたしますとですね、都心シンクで練習する、練習するために、都心シンクに降りるんですけども、何の練習ができるのかと言いますとですね、このマンションっていうね、このちっちゃい家の中での立ち回りっていうのかな、マンションで結構部屋とかいっぱいあると思うんですけど、階層とかもいっぱいあると思うんですけど、そこでの立ち回り、まず上手くなりますし、で敵が現れた時に近距離での撃ち合いもですね、上手くなりますと。これが練習できればですね。あとはキャラコンの使い方かな、キャラコンもね、結構上達するんじゃないかなと思います。キャラクターコントロールです。ぜひね、そちら意識して、都心シンクやら、旧マップのマンションでもいいかな、やってみてください。ということでやっていきましょう。ちょっと、最初はね、M4 ラッキー、M4 じゃねえ、ここだちょっとやれる。あー、見せた、5タップ、おやれるんじゃねえ、あれ。オッケー、今だ。よし、ちょっといけるかな。そう、このね、マンションだとね、こういう戦い方ができるんでね、またここ返せちょっとね、普段の練習背景もちょっとね、こういう風に映していきたい。ちょっと蘇生するな、これ。詰めましょうかね。詰めます。近距離での打ち合いがね、僕も結構苦手なので、ちょっと練習して、これで上達していけたらいいなと思ってますね。ちょっとサッカー場の方は後でご紹介します。とりあえず、都心シンク、やっていきたいと思います。普段の練習風景ですね。ソロスクです。これはどこだこのね、索敵の練習にもなりますね。これいるかな、下か。やばい、よし、一旦避難これ足音がいっぱいある。どっから来るか、来た、やばい。なんで、多分もう一人来るよね、来た、やばい。この車線を切る動きもですね、なかなか練習になりますよと。はい、だ、オッケーこれは立ち回りがちですね。どうしよっかな。あと14発しかないんだけど。ちょっと待って、やばい。来るでしょ。危ね。あ、弾0発。やべえ。ちょっと。やべえ。あれでも足音ないぞ。あれ、これ終わりか、これ。あれ、こんなもんか。あれ、でもまだいなかったっけ。とりあえず、物資。うわ、うま。うますぎる。よし、やばい、待って、足音。どこだ。お、じゃあ外からも来た、やばい。めっちゃ、待って、上かよ。この局面で屋上かよ。しかも確定って何、足音消えたんだけど。マジ、なんか足音消えたんだけど。2個あったよね、でも。何あ、2パイタンか、これ。2パイタンかな。いや、とりあえずこのマンションを制圧したでいいかな、これで。とりあえず。よし、ということで、戦いの途中ではありますが、サッカー場がなぜ、練習方法として使えるのかというものですね。サッカー場で、上手くなるのは、中距離ですね。中距離の打ち合いが、上手くなるかなと思います。このベンチからベンチで、打ち合うって感じなので、自分が一つのベンチから他のベンチを狙って打つ感じになると思うんですけども、そちらで中距離の練習ができるかなと思います。ということで、中距離苦手な人はサッカー場ですね。
ということですね、このさっき思ったんですけども、これ近距離の練習は正直マンションならどこでもいいので、このデパマン、デパート横のマンションっていうのかな、デパマンでもいいかなって思います。まあね、Q マップの、まあ、マンションでも全然いいんですけど、まあ、昔僕は Q マップで練習してましたね。懐かしいな。ということで、マンションが終わったらこちらかな、マンションの練習、マンション以外の家でも戦っていきたい、まあ、このでっかい激戦区でマンション以外の家で戦っていきたいってなら川辺かなって感じですね。よし、ということで説明が終わったのでもう一回戦いに戻りますね。ちょっとどこにいるのか分かんないんですけど、とりあえず敵探していきたいと思います。ちょっと多分ね、右のマンションにね、もしかしたらいるかもしれないので、こっちのマンション取りますね。まあ、こんな感じでちょっと回って外回って取っていきますよと。こっちから、おまんてなんか来てるぞ。やばい、痛い痛い痛いな、痛いな痛い。じゃあ脱出するやん、ここ待って、やばいやばい、いるじゃんここ待って、おっと開いた、いないか、上か。いやこれはね緊張ですよ。1対1がねなかなか難しいんですよね、マンションってね。だからとりあえず足音を聞いて、索敵の練習にもなりますしね、このどこにいるのかっていうのも。ちょっと頑張ります。とりあえず上なんだよな、降りてくることなさそうなんで、ちょっと上行きますね。さあどこだ、ここはいない、いた、よしよしよし、あってくれやん。ちょっと待って、もう一人おるやん、ちょっと待って、どこだ、やばい待って、うー惜しい、ちょっと待って、ちょっと待って一旦避難。いやめっちゃ投げるやん、なんでこの家で戦ってんのに投げてくるんこれ。ちょっと待って、いや、やばいやばい、グリ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 、あぶあぶなあぶな、ちょっと待って、上じゃない？これ痛い痛い痛い、ま、右行った？あ、待って、ここ、ここ、うぅー、右行ったと思ったんだよな、今くそー。よし、ということで気を取り直してサッカー場ですね、次は。中距離の戦いが上手くなりたい方、サッカー場に行くべきということでね。まあ、基本的にはアサルトですね、アサルトで、さっきのは、まあ、とにかく死んじゃったんですけど、まあ、死ぬのは当たり前ですよね激戦区降りて、まあ、勝ち残れる方がすごい、そしたら結構上手くなってきてるって証拠なんでね。だからまだ死ぬのであれば練習が足りないということで、まあ、キルレを気にしないって感じですね。この手っ取り早く、まあ、敵がいっぱいいてほしいなら、まあ、激戦区に降りて戦う方が練習にはなるかなってもう最近思ってます。いっぱいいるね、やばいねまあ、ということでキルレ気にしない方向けですね、本当にこの戦い方は、練習方法は。まあ、僕はこんな感じでやってます、いつも。よし、アサルト、アサルト、あ、マジ運良すぎ、痛い痛い痛い、自分のレーンをまず片付けましょう。 OK、 あといないから、この中距離の戦いね、 OK、 この中距離の戦いをアサルトで、まあ、拾ったらねやっていくって感じかな。16とりあえず拾う、よし、やばい、まあ、これで中距離は上手くなりますよ、これやったら絶対に。ちょっと待って、そっち。いた。待って、やば、危ないっすー。ナイスーとか自分で言うね。オッケー。ちょっと待って。来てるね。ちょ、危な。後折りかこれ。いや、めっちゃ来てる。ちょっと待って、やばいやばいやばい。待って、結構やばい。戦ってるし、しかも。いや、すげえ、真後ろからショットガンぶち込んだよ。ナイスー。あ、待って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 。オッケー、あぶねえ、結構来たこのレーン、ビビったビビった。あとはちょっと待ってね、いやーミスった。オッケー、抜いた抜いた。いや、いいね、中距離練習になってるの。待って、そこにもいるね、そこにもいるね。やっぱサッカー場はね、本当に中距離苦手な方はやった方がいいですね、練習になります本当に。いやー、ちょっと来ないね、出てこないね。どうしよっかな、ちょっとりあえずさっきミスすんな、すなったと。これで抜いたるけ、抜いたるで、やばい、2人いる。 OK、 オッケー、頭もう1人おるよな。来てないね、なんかグレとかないかな、帽子帽子帽子、よいしょ、ヨンスコ、よっ、どっと、マジ4スコついたと思ったのに、マジか。
いや、蘇生入ってんな。ちょっとどうしよう。蒸していっか、とりあえず。とりあえず、こうだね。待って、来た。マジ、待って、やばい、カーだ。やばい、やばい、待って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 、危ない。ちょっと伏せれない。おい。オッケー。ほら、ほら、なんで当たらんねん。ちょっと待って、なんで当たらんねん。ちょっと、ちょっと伏せれない、伏せれない、伏せれない。待って、待って、危ない、危ない、危ない。危ない。ちょっとタップも練習しなきゃな。まあ、これも完全な普段の練習風景ですね、これ。とりあえず倒していきたいと思います。あれも。頑張ります。来ねえかな、こっち。来てくれ。頼む。来てくれた方が楽だね。あと13発しかない。待って、ラッキーすぎん？それは。それラッキーすぎん？ラッキーすぎん？オッケー、でかい。これはでかい。いや、来た、サッカー女性圧したんじゃないこれ。うん、待って、撃ってけ、遠いな。来た、サッカー女性圧説。出たね、これ。よし。ん？スモーク？待って、まだいる？まだいる？まだ、いた。おい、まだいるんかい。マジか。ちょっと。うわ、ちょ、待って、下手すぎ。ちょっと、今のは下手すぎ。よいしょ。いや、ちょ、今のは普通に発した。いやい。誤射。誤射じゃ。ちょっと待って。どうしようかな。あ、こっち来てんな、一人。こっち来てんな。ちょっと、どうしよう。ちょっと、あいつ、攻め込んでくるときにやるか。とりあえず、毒ガスを放りますよ、と。よし、ぴったり。あれできついだろ、結構。出てこないかな？待ってっかな？大丈夫かな？何あれ？え、何あれ？ちょっと待って、何？ちょっとやべえのいるんだけど。やべえのいるんだけど。おい、あれ、おとりか？おとりじゃねえよな。おい、あいつおとりだろ、絶対。あいつおとりだろ。そうやって油断させてくるんだろ、そうやって。マジ？え、超怖いんだけど。え、超怖いんだけど、あの人。大丈夫かな？あれ、撃ってこないな。大丈夫かな？え、怖っ！これで回って撃ってくるとかって最悪だぜ。いっか。いっか、もう先生気にしてねえ。いっか、もう行こう行こう行こう。行こう、これ野良だぜ、普通の。野良ってか、もう普通にスクだぜ。スロスクだぜ、これ。よよ元気かい？君元気かい？いや、お来た、お武器しまってる、おいい人たちだ。チーミングだ、これ。やだ、車来た、車来た、やばいやばいやばい。いや、これチーミングはできんよ。だってこれでさ、この車倒しちゃったらチーミングになっちゃうじゃんね、これ。いや、だからダメだ、倒してくれ、頼む。撃たないね。お、開くんなって、チーミングになっちゃうから、それは叩かれるからやめて。ちょっともう死のう。ごめんな、ちょっと無理なんだ。無理なんだ、一緒に行くのは。ごめん。俺は死ぬ。じゃあね。バイバイ。嘘だろ？嘘だろ？お前大丈夫か？助けてやれ。それは助けてやれ。いらないよ、エケルタムなんか。いらないよ、助けてあげな。ちょっと僕はじゃあ死ぬから。頑張ってね、二人。じゃあね。あいつに撃たれようと。で、一応ちょっと、容赦して、頼む。撃たないで。そう、降参戦。これ、2チームチーミングできない、これ。2チームチーム無理だね。無理だね。はい、ということで今回は自分に合った練習方法を探すじゃなくて、なんだっけ、自分に合った練習方法で練習をする場所ですね、どんな練習をしたらいいのかというものを今回ご紹介させていただきました。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。